爬虫類飼育者は餌である冷凍ネズミを冷凍庫に入れているのがきっかけで周りの方からドン引きされやすい。どうも爬虫類マスです。ということで皆さんはどうですか。僕はね、周りの方からよう言われてたんが、お前冷凍庫にネズミ入れてるとかサイコパスけって言われてましたね。今でも印象的なのが、実家で暮らしていた時に爬虫類を飼育しているのはまだ親は知ったんですけども、その餌であるネズミっていうのを知らなくて、まあ、冷凍庫にネズミを入れてたんですよね。で、その冷凍庫を知らずに開けたおかんがキャーって叫んで、で、何事や何事やっていうことで集まったら、まあ、その冷凍されたネズミを見て発狂したっていうね。なのでね、皆さんも、もし実家で暮らす際とか、自分以外にも誰か住んでる時とかね、友達を家に呼ぶ際とかも、ちょっと周りの方にね配慮して冷凍庫にね入れるのは分けたりとか、友達呼ぶ際はちょっと注意しとくとか、した方がいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回の動画は、僕が飼育しているサンビーベイビーっていう子たちがいるんですけども、前まではピンクマウスって言って毛の生えていないネズミの赤ちゃんを与えてたんですよ。ただある理由でそのピンクマウスを餌にするのをやめて違う餌に切り替えたんで、そのことをねちょっとお話ししながら与えていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。今映っているのがピンクマウスと呼ばれるいわゆるネズミの赤ちゃんですね。生まれたての赤ちゃんで、餌であるネズミのサイズっていくつかあるんですけども、その中で一番小さいサイズの餌になっています。で、なんでねこの餌をやめたかというと、まあ、見てわかる通りねサイズが小さすぎるんですよね。で、サンビーベビーたちは、まあ、迎えた頃はねこれでも数与えれば、まあ、大丈夫かなってぐらいのサイズだったんですけども、飼育するにつれてどんどん大きくなってきて、もうピンクマウスだけじゃ栄養が足りない状態まで育ってしまったんですよね。で、過去の動画で視聴者さんからピンクマウスだけだと栄養が足りないからサイズアップした方がいいんじゃないですかってご指摘をいただいたんですけども、その時の僕はサンビーベビーを飼育するにあたって周りのサンビーベビーを飼育している方からお話を聞いた時に、サンビーベビーは消化器官が弱くて毛の生えたネズミだと消化不良を起こしやすいっていう話を伺ってて、で、それが原因で死んでしまったりするよっていう風なお話を聞いてたんで、ちょっとね上げるのに抵抗したんですよ、サイズアップするのに。そのことからそのコメントをいただいた時は、まあ、先ほど話した理由でサイズアップはしていないんですよっていう風に話したんですけども、やはりねどうしてももうこのサイズじゃ全然足りなくなってきたんで、ある日を境にサイズアップしてこの餌からこっちの、これはホッパーの次のファジーぐらいかな、ファジーぐらいのサイズのマウスを与えるようにしました。で、最初は1匹だけ与えて、まあ、様子見て消化不良を起こしてないかなとか排泄物を見てたんですけども、まあ、特に消化不良を起こしている様子もなかったんで、その日を境に今はこのファジーマウスを与えております。で、今のところねもう飼育してサンビーベビーはもうほぼほぼ1年経つんで、特に2人とも毛が病気なく健康に育ってくれてるんで、うまく飼育できてるのかなと思います。なので今回はこちらのファジーマウスを解凍して飼育しているサンビーベビーたちに与えていきたいと思います。では解凍していきましょう。では解凍するためにこちらの容器の中にお湯を入れます。で、この状態だとちょっと熱すぎるんで水で冷やします。あ、熱っ。熱っ。はっ。ちょっと指で調節しながらやります。あ、これぐらいで、できたらこの中にマウスたちを入れます。で、僕が飼育しているサンビームヘビは1回の給餌で、こちらのファジーマウス2匹食べるんで、2匹いるんで4匹入れます。はい、入れます。で、マウスの、体の芯が完全に溶けきるまで、待ちます。あれから時間が経ってもうある程度ね、芯まで溶けきることをできたんで、これからこのマウスたちを与えていきます。ではまずはうなぎちゃんに与えていきます。で、うなぎちゃんはね床材がペットシーツになってるんですけども、理由がちょっとね鱗が変な感じになったんですよ、少し前に。で、それでちょっと衛生的な環境に戻そうということで少しの間ベッドシーツに切り替えています。で、ただねもうちょっと前に脱皮をして、で脱皮をしたらね鱗が綺麗になったんで、
まあ、また土に戻そうとは思うんですけども、今からうなぎちゃんに餌を与えていきます。で、サンビーベイビーってめちゃくちゃ食べるの早いんですよ。もうハンターハンターの俺じゃなきゃ見逃しちゃうねぐらい早い指導的な。なんかヘビってね、食べるの遅いイメージがあると思うんですが、このサンビームヘビはめっちゃ早いね。なんかあれみたい、昔のおにぎりの入れる弁当箱みたいな。よし、では与えていきましょう。さあ反応するかな。どんどん食べていきます。もうなんだろう、ワンコそばみたいにスルスルと食べていくんですよね。他のヘビだとこう飲み込むのにやたら時間かけるんですけど、サンビームヘビはこのようにどん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 飲み込んでいきます。カメラが恥ずかしいのかそっぽ向いちゃってるね。こっち向いて食べてほしかったな。仕方ないけど。では次に引き目与えていきます。2匹目の方が早かったね。はい、ということで、うなぎちゃんは2匹食べることができたんで、次はドジョウちゃんに餌を与えていきます。まだね餌探してるんですけども、3匹に与えちゃうと消化不良を起こしちゃうんで、いつも2匹で止めてます。で、次がドジョウちゃんなんですけど、見てわかる通りね、さっきのうなぎちゃんと違い、床材を、これはヤシ柄ですね、究極の爬虫類マットっていうのを使用しています。で、なんでこのような土にしているかというと、サンビーベビーっていうのは地中性のヘビになるんで、まあ、こういう土の中に潜って生活するんですよね。なんで今出てきてないんですよ。で、いつも餌を与えるときはこの状態で餌を与えてしまうと、この土がねひっついちゃって少なからず誤飲しちゃうんで、いつも与える際は別の場所に移してあげて与えています。ただ結構サンビーベビーってね、食欲旺盛で、もうすぐにこう僕の手でもね餌と思って飲み込もうとしてくるんで、ちょっと気をつけながらね移します。なんか釣りみたい。で、うなぎちゃんの方がね
うなぎちゃんじゃないよ。この子の方が大きいです。では与えていきます。次の子は飲み込む姿をきれいに拝めるといいけど。いや本当に早い。もっと味わって食べたらいいのにってぐらい早いよね。はい、ということでこの子も2匹食べることができました。もうサンビーベイビーはね、本当に食べるのが早くて、でその食べてる時のゴキュって音が聞こえてくるのがね、すごい気持ちいいんですよね。まあ、またいつかね、ASMR 的な動画撮りたいと思うんですけども。ということで今回の動画はこれにて終わっていきたいと思います。はい、じゃあお家にお帰り。はい、こんな感じですぐ戻ります。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。